番外トークでございます。来週のメッセージテーマはあかんと言いたくなったことです。来週19日の夜9時からはいよいよサンドさんも出演されます宮川大輔のそれ知りたいやつやんが放送されます。そこで皆さんも宮川さんになったつもりで、うん、他の人の言動に対してあかんと言いたくなったことなどなど教えてください。はい、いろいろあると思いますけれども、春風とともにのお二人どうでした、はい、僕はね、相方にいつもあかんと言っております。やすおさんね、楽屋のケータリングをですね、はい、いつも盗んじゃうんですよ。お菓子をね、こうね、持って帰って持って帰って、ちょっとね、あかんと。あかんやな。あかんっていつも言ってます。どうなんですか？持って帰っちゃうんですか？はい。正直です。こんなかつてこんななんかすがすがしい自主があったでしょうか？飲み物もね、水筒に入れてね、持って帰ってます。それは水筒に入れて持って帰ってますね。事実です。無罪にしたいです。いい被告です。これからも持って帰るんですか？はい。しょうがないですね。許してください皆さん。よろしくお願いします。そういう安尾さんいかがですか？あかんと思うこと。そうは安尾が少し、まあ、楽屋などの密閉空間でおならをするだけで、うん、サジ君が、うん、くっさまだあげるわって大げさにリアクションする。この大げさというね。訴えが来てますけども、あかんですかそれ。臭いんですか？実際臭いんですよ。臭くないです。いや、匂いで気づくこともあります。音じゃなくて。ああ、サイレントでも言ってしまう。そうですね、それぐらいバレるほどなんで。なんでサイレントで行くことあるんですか？はい。正直ですね。なんで、あの、あ、ごめん、今やってもうたってなんで言わないんですか？それはごまかせると思ったから。悪いやつだよ、これほんま。物盗むわ、ドリンク盗むわ、平行か、ほんま。いや、でも正直なんで、正直なとこだけ。ええか、許そうか。はい、気付けてよ。はい、お願いします。はい、サンドさん。私、あの、昨日タクシーの運転手さんが、あの、めっちゃ噛んだだけなんですけど、エアコンの温度いかがですかって言われて、で、僕大丈夫ですって言ったら、運転手さんが偉そうですねって言われて、これで意味わからないから。意味わからへんか。めちゃめちゃええ人やから、ディスってるわけじゃない、噛んだだけやね。あの、すごい人で、運転も上手い人で、あの、エアコンの温度いかがですかってこんないい感じで、いい感じやから僕もいい感じで返そうと思って、大丈夫です結構上から上のトーンで大丈夫ですって、このこんな感じのいいお客さんおらんって焦って思ったよな。何を言いたかったわからんけど、偉そうですね。なんでわかれん。そう、偉い、そうですね、とかわからんけど、偉そうですね。あの髪型はあかーん。ということで、皆さんもあかーんと言いたくなったこと送ってください。